天使のモーニングコール。シワスは何かとせわしなく気もそぞろになりがちですが、この番組で皆さんに心の重しをお届けできれば嬉しいです。今年も番組では折に触れて信仰についてお伝えしてきました。宗教の役割としてこの信仰の大切さを説くのは当然のことではあるんですけれども、そもそも現代の人にとって信仰ってどんなふうに感じることなんだろうねと、番組ではスタッフと一緒にその都度考えながらお届けしています。お聞きの方の中には仏教、キリスト教、地域に昔からある信仰など信心がある方もいらっしゃると思いますし、そういうものは科学的根拠がないし学校でも教わらないから信じられないと考えている方もいらっしゃるでしょう。でも信仰というものを大げさに考えなくても、多くの人の心の中に目に見えない崇高な存在に対して手を合わせる気持ちがあることは誰も否定できないのではないでしょうか。今日は題して信仰とともに歩む人生。ではまず改めて信仰って何なのか、書籍愛無限幸福のつかみ方を読んでみます。信仰の原点にあるものは来世があり仏心がいるという真実です。心の学問とでも言うべき宗教の教えは決して古くならないものです。いつの時代にも大切な教え、大切な考え方というものがあり、いつの時代もそれに向けての魂の修行というものがあります。そしてその大切な心の教えを真に学ぶためにどうしても必要なことがあります。それが仏心というものを信じるということです。信仰の原点は来世、つまりあの世があり仏心がいるという霊的真実にあるということでした。これは今の科学では証明や確認のできない世界です。だからこそ信仰なのであって、確認できることならそれは信仰ではなくなります。あの世のご先祖や目に見えない崇高な存在に手を合わせている人の姿はなんだか温かく感じますよね。皆さんも年始に参拝したりお墓参りの時になさっていることだと思います。皆さんの自覚や濃い薄いなどの違いはあっても、信仰とは人間の心の中に与えられている本能のようなものなんです。書籍には仏心を信じることはいつの時代も魂の修行にとって大切な心の教えを真に学ぶために必要なこともありました。太古の昔からさまざまな宗教が死後の世界や神仏の存在について説いてきました。人間の本質は魂であり、肉体に宿って修行をし、またあの世に帰っていくという霊的真実を人々はちゃんと感じ取り、正しく生きていくための教えをそれぞれの時代、それぞれの地域で、それぞれの神を信じ学び生きてきました。たとえ時代が変わって科学が発達して
さまざまなことが進化しても、人間が魂を磨くためにあの世とこの世を天正輪廻しているという霊的真実が変わることはありません。宗教が説く教えは、人々を幸福に導くための心の教えです。あの世や仏心の存在をおとぎ話ではなく本当にあることと信じて、神様が見ているからとか、地獄に落ちず天国に帰れるようにと自分の心を正して生きることが、信仰を持って生きるということでもあるのです。大川総裁は信仰心についてこのようにも説いています。信仰心とは、私たちは仏から数限りないものをすでにいただいております。ありがとうございます。おかげさまで毎日幸福に暮らしておりますという感謝の気持ちのことです。仏は人類を広大無辺な愛で包んでいます。太陽が一円のお金も取らずに無限のエネルギーを地球および地球に生きる動植物や人間に与えているように、仏は与えきりの世界においてただ愛として、最大の存在の愛として輝いているものなのです。仏というのは人類の父であり母でもあるのです。書籍伝道論、永遠の法の一部をご紹介しました。信仰心とは仏に対する感謝の気持ちとありました。手を合わせて拝む人の姿を見てなんだか温かく感じるのは、それが仏心にすがっているのではなく感謝を捧げている姿だからなのかもしれないなと思いました。この世界に暮らす一人一人をどんな時も温かく見守っている存在がある、そう信じることでどれだけ心穏やかに力強く生きていけるでしょうか。お日様も緑も空気も、これまで自分が生きてこられたことも、今日があり明日があるということも、当たり前と思えることに愛を感じて、ありがたいなぁとしみじみ感謝することもまたささやかな信仰心です。そしてここからが大事です。私たちは単に見守られているだけの儚い存在ではありません。この世界を作り、私たちを生み育み続けている仏と同じ性質、仏性を宿した存在でもあるんです。信仰と愛、講義、そして悟りに至る道にはこうあります。人間が人間である理由は、仏性あるいは神性というものを知っていることだ。これを知っているからこそ他の人と愛し合い信じ合って生きていく世界ができるのだということです。
自分が仏の子であり、ダイヤモンドである、ダイヤモンドの原石であるということを確信できている人は、たとえどのような暗い事態が目の前に現れてこようとも、たとえどのような困難や苦難や悲しみが現れてこようとも、奥深いところで輝きがあり、これが希望になってゆくのだと思います。すべての人に等しく仏の子としての性質、仏性が宿されている。そのことを信じることもまた一つの信仰の形態でしょう。仏を信じ、この世界は仏が作られたのだということを信じられる人は、自分自身の可能性を信じ、未来への希望を持ち続けることができます。そして自分と同じく周りの人たちも幸せを求めて生きているのだ、彼らもまた仏の子なのだという、他の人への優しさ、寛容の心も生まれてきます。信ずるという行為は、人間の中にある最も偉大で最も美しい行為でもあります。信仰は美しいのです。信ずる姿は尊いのです。そこに初めて人間が物質ではない、肉体だけではない、高貴なる存在であるという自覚が生まれてくるのです。幸福のつかみ方という書籍から朗読しました。人々が祈りを捧げる姿は美しく高貴な光を感じます。目に見えるもの、科学的に証明できるものを確認して納得しているだけの人生と、神を信じ高みに向かって正しさを学びながら生きていく人生、仏に作られ愛されダイヤモンドの原石である人間の人生としてふさわしいのはどちらの人生でしょうか。信仰とともに歩む人生と題してお送りしています。人生に信仰は必要か否か、こう問われて皆さんは何とお答えになるでしょうか。ではここで大川隆法総裁の説法です。現代の世界はそれはそれは便利な時代であります。その便利さを否定して原始時代に帰れというつもりは毛頭ありません。ただその便利な物質文明の中において、決して忘れてはならないものがある。それが信仰である。この宇宙はどこまで見渡しても真空と小さな点にしか見えない星のきらめく世界です。しかしながら全く無生物の世界ではないのです。この宇宙の中に生きている者たちを慈愛の目でもって眺めている大きな存在があります。それははるかにはるかに
遠い世界から投げかけられた眼差しであります。この三次元の宇宙、地上の人間から見たら広大無辺に見える宇宙すら小さな小さな、ちょうど水滴の塊のようにしか見えません。そういう眼差しで見ている目があるんです。それを信じなさい。そして根本物が自分の思いを伝えるために数多くの光の指導霊、天使たちを作り、人類をはじめとする多くの者たちを導き続けてきたということを信じてください。それがあなた方が間違った方向に行かないためにどうしても必要なことであるんです。どのように科学技術が進んだとしても越えられない一線があるんです。その越えられない一線とは、宇宙を作っている法則そのものを変えることはできないということなんです。人間が生きていく上でも法則があります。その法則とは、私たちは、そしてあなた方は、肉体を持って生きているだけではなくて、この三次元世界を超えた世界を本来の住処とし、魂の修行のためにこの世の中に出てくるということです。この地上に出てくるということです。生まれてくるということです。この世に根拠を持って考えれば、そして科学技術万能の考え方で言うならば、理解不能に見えるかもしれないし、学校で教わることは決してないことですが、知らないからといってそれがないことにはならない。あるものはある、厳然としてある、そういう二重構造の中に生きているんだということを忘れてはなりません。お聞きいただいた説法は書籍幸福の法に収められています。この時間はオン・ザ・ソファーです。今日は信仰についてお届けしてきました。12月4日には大川隆法総裁の法シリーズ最新刊、信仰の法が発刊となっています。12月7日には幕張メッセで愛を広げる力というご法話を説かれた総裁ですけれども、番組ではこれからも随時信仰について、また愛についてもお届けしたいなと思っています。そしてもちろん信仰の法の内容にも直接触れていきたいなと考えています。法シリーズ最新刊信仰の法、章立ては第1章から第6章まで、第1章信じる力に始まって、第6章は、今年の8月あの東京ドームで説かれた人類の選択、こちらが収められています。大川総裁はある法話の中で、宗教家の仕事は信仰心の大切さを伝えることだとも語っています。で、来週早速信仰の法を紐解きながら、地球規模の観点で信仰の意味や価値について見つめていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。